はい、空手選手の草由美です、アジア選手権優勝しました。パチパチパチ、ありがとう。交換音までしおりも優勝しました。ちなみにありがとうございます。ありがとうございます。今回はこのウズベキスタンだったんですけど、めっちゃマットが滑るから、それで、まあ、3年前は滑ってパニックになって1回戦で負けたっていう。はい、3回戦で負けました。同じくだから、いや、もう滑ることだけとにかく注意して、うちは試合に臨んで、片選手が足の裏に糊を滑り止めか、それで塗ってるから、それ塗ってだけど全然滑るから、うちは最初水言われて水やったけど滑るから、最終的にコーラって言われてコーラを言って、決勝戦の時はもう試合前ずっとコーラの上ずっと歩いてた。え、ほんと滑んなかったの？お、滑んなかった。だから決勝ちゃんと滑んない中断打ってたじゃん。ああ、確かに。そう。だから決勝戦中断打ってた。これの動画が上がってる頃には決勝と準決勝の動画が YouTube に上がってると思うんだけど、滑って本当はここで線の線をしたいのに、わちゃわちゃってなっちゃうから、もうそこでああパーンって返したらそれが入ったんだけど、うん、足が大事なのに足が使えないみたいな感じだったから。でもまあその辺の感度がちゃんと修正できて優勝できて、しおりんとうちはもう30歳です。29歳だから、うん、だからさ、だって女子の年相がね高すぎるっていう話をね、うん、61の島田サララ以外みんなもうどちらかというとベテランの選手たちすぎて、それはメダル取るよねみたいな感じのメンバーだった今回のウズベキスタンではもうパニックばっかりが起きて、ハプニングか、トイレに閉じ込められたりあとパスタ茹でるときに水道水溜まっちゃって水が壊したり、朝も相手に必死に入れて、すごい正しい生活をしてて、しおりんが減量だったから一緒にサウナとか行って、あ、そう、究極のむくみ、足骨折したぐらいパンパンにむくんじゃって、トランジットが13時間あってほぼ24時間ぐらいかかってこっちに来たみたいな感じだったじゃん。24時間以上かかったよ。かかった？足パンパンすぎて最初しおりんに、しおりん足がむくんでるって言ったら足折れてるのってしおりんと一緒にサウナ行ってむくみがだいぶ取れました。その結果ベストパフォーマンスなんかこっちは満喫は一切してないね。もうほとんど部屋にいたね。10日間タクシー使えなかった。でも充実してたね。勝ったから言えるんだけど。あ、そうだねもう私崖っぷちすぎてピリピリしてたわね。だいぶ。なんで崖っぷちなの？崖っぷちよ。もう負けたら選考会も受けないといけないっていう、またジャパンの選考会がナショナルチームの選考会また減量しないといけないから2月にと思ってたから、うん、でもそしたらないじゃん。あ、そうないの。そしたらあのシリーズだっけ1月の、うん、あれ終わったらもう休憩する。もう冬休みと年配に入る。もういいでしょさすがに、うん、やっぱでも全このアジアのランキングのポイントが高いじゃん。これ入ったら10何位まで多分上がる。うち今10位だから、これバンってまた上がると思う。去年の多分アジアとかヨーロッパ選手権のが消えるもんね。消えるから上がって、私ももう消える点数がないから。そう、うちも半年間いなかったから、半年以上かいなかったから消える点数がない。私3年いなかったから加点だけまあそんなんで、であとはアジアチャンピオンシップじゃないってなんだっけ、あ、プレミアリーグのカイロ、エジプトで優勝したら年間チャンピオンにまた戻れるかも。あ、そうなの。そう、もう一回年間チャンピオン戻りたいな。ちょっと欲が出てきた空手と向き合うようになってきた。なんか思ったの、空手ってやりたくないじゃん。試合前マジで家帰りたいと思うじゃん、うん、早く帰りたいっていつも。そうで、本当に不安とさ、恐怖とさ、なんか、ま、勝ちたいし負けたくないし、でも試合したくないしみたいな気持ちがすごく葛藤するじゃん。不安だらけね。シオリンはもうスーパーネガティブだから、試合前のシオリンやばい。試合直前にやばかった、うん、そうやばかったね。うちはそのネガティブを出したくないから、そう、溢れ出ちゃうから。シオリン溢れ出す人だから、うちは溢れ出す。もう止めた方がもう自分には良くないって気づいちゃう。でも競技者って絶対さ、勝負がつきものじゃん、うん、勝負がつきものだから、まあ、それがゼロになる時はきっと引退する時なんだろうなと思って、うん、
でもなんか勝負してたらさ、してる時もああやだなと思いながらやってるけどさ、入ったらうわーって気持ちよくなる、わかるわかる、で楽しくなって、もう諦める。あの逆に私はあもうやることやるしかないって諦めてやる。昔ほどなんかああしなきゃこうしなきゃこうしよう、こう準備してこうしてこうしてこうしてっていう、そういうのが今減ったから、ラフになんかしおりんと前体重別の時にさ、採策しなかったみたいな話もしたじゃん。そうね、なんか今回もしてない、うちもしてない、とりあえずまあ知ってる人ばっかりだったから、まあ決勝のソフィアの時だけは試合動画見たし、なんか知らない人ばっかりだったから、うち、純潔のイランの子以外全然知らなくて、でも昔ほど、昔はもうノートまで対策書いてとかしたけど、そんなんもなくなって、なんかそれぐらいラフでいいのかなって。結局勝負ってなんか水物じゃん、何が起きるかわからないしさ、なんか自分もここまで緊張して不安だけど、相手もそういう気持ちだと思うから、そういうのもなんかああそうだなって、なんかまた悟りに入った。3年前のこのアジア大会ってめっちゃ勝ちたくて勝ちたくて、めっちゃ練習してきて、めっちゃ準備してきて、1回戦負けして、あの時より絶対に練習量も減ってるし、そこまで多分勝ちたい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 ってそういう気持ちないじゃん。もうさ30だしさ、この大会もうまたここに来ることがないんではないかって思いながらさ、試合に臨んだ方がいいなって思えたから、なんか決勝コート入る前にさ、観客がわーっていたりとかさした時にさ、やりたくないなって試合を思いながらもさ、なんかあこの感覚とかさ、この観客がいる感じとかさ、緊張感とか全てがもうこれがまた最後になるかもしれないとか、この決勝に来れたこととか、なんかそういういろんなことを大事にしていこうと思って、今回はやって、よかったね、よかったっす。チャンネル登録して、あと試合動画見てください。バイバーイ。バイバーイ。